ずみんな前に出す。そしたら下に落とします。落としたら足首取る。取ったら後ろに回る。後ろに回ったらそのまま前。大体こうやって足をかけられたりすると、このまましてるとダメなんで、一回外す。外すときは足を伸ばして、膝を上げていく。グラビアしてこなかったです。これを真下に落とします。そしたら足首を取る。こういう感じで、このままこう取るんじゃなくて、こっち側に泳ぎ出して、足首取ったら後ろに回ります。でもここで膝重心。よくあるのは、ここからあの足かけられて、後ろにバックを取られちゃった。こういうことがあるんで、戻して、ここでかけられたら、この足が来ないようにしっかり。で、万が一ここまで来ちゃったら内側から落としてこのフックを落としてもらいます。なんであのフックかけられる前にもう忘れてます。まずはこれだったら足をこのままだと伸ばせない。伸ばしてからしっかり持つ。落としてから持ちます。反対に。持ったら後ろに回る。その時にここまで来てからしゃがむんじゃなくて、もう回りながらここにしゃがんじゃう。止まりたくて、で足を伸ばして、で自分のかかとが相手のケツの下に来る。こうやって離れない。でお尻がなるべく足の根元に来る。これがこういうふうに離れちゃうと決まらない。なるべく近づいて、でこうやって手の力じゃ決まらないです。足の力はすごい強いんで、伸ばされちゃうんで、十字取るときみたいに測れます。こっちじゃなくて、こっち。で、つま先を挟んで、ちょっと上に向きながら、そのまま、上に向きます。なるべくお尻を近づけて、かかとをケツに近づける。こっち足を伸ばして、相手のかかとを挟んで、上に向けるように、このままじゃなくて上に向けるようにして、外して持ち替える。そしたらすぐに座りながら、でここをしっかり挟んで、崩してしっかり真下に落としたら、ここでもう持ち替えちゃいます。持ち替えたら回りながら、でここしっかりしゃがむ。このフックが入る。足を伸ばして、で、それで戻しましょう。ここで持ったら、ここで持ってから、ね、しゃがみます。こういう、で今度は内側に入ります。足をギガとな、自分で間につけて、足踏み込んだら相手の足の付け根に座っちゃいます。で自分のかかとをケツまで近づけて動かす。でこの相手の、足のつま先を挟んで上に上げるような感じで転じます。今度は中から入ります。中に一歩踏み込んだらここに座ります。で足を伸ばして、でさっきと一緒ですね。これだと決まらないで抱えて、足首を押さえながら、中に踏み込んだら回転してしっかり座る。この時にスペースがあるとさっきみたいに、ね、足かけられちゃう。足かけられたらすぐ離さない。こうかけられたままにしてると。よいしょ、もう踏み込んだら前、まあ、よし、行きましょう。